クマフィッシングクラブ。ハプニングだらけの平井新港釣り。今回は平井新港に釣りに来ています。最初は前走沈め釣りです。それではスタートです。風は後ろから結構吹いています。堤防で風よけになっています。糸ふけを取ります。ヒットです。メータでした。ここまでは良かったのですが、朝7時頃の様子です。堤防は満員御礼です。お隣さんが近く沈め釣りできなくなり、浮き釣りに変更しました。ここから数時間、当たりなし、餌取りすらない状態。早送りします。悲劇は刻々と近づきます。
暑いので、水分補給したのが間違いでした。久しぶりのあたりです。あっちゃー、やらかしたばい。道糸の抜管に引っかかって落ちたたい。タモで取ってみっかね。タモに入るわけなかろもん。クソ、どげんしようかね。ロープ使われんかね。こがんとき悪じえば、打算万歳。なもう、道糸の絡んでと連帯。なんかひらめいたぞ。ハサミとロープば使うばい。ハサミば抜管に通すばい。よし、通ったばい。あとはハサミバタモですくえばよか。
よし、取れたぞ。俺の悪知恵の勝ちたい。よしよし、道具もみんな無事やった。マキエサに、ちょっと水入ったばってん、よかたい。このあと少し釣りしたばってん。当たらんし、餌はついたままばい。爆風になり釣りにならんけん終了たい。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。